ラビオリマリナーラマリナーラソース、またはマリナーラソースはトマトソースの一種でピザ、パスタ、ラビオリなどのイタリア料理に使用される。その名称のマリナーラはイタリア語で船乗りのを意味する形容詞でイタリアの都市ナポリの船乗りがよく食べていたことに由来している。基本の材料はトマト、ニンニク、オリーブオイル、玉ねぎ、オレガノとバジルでオリーブ、ケーパー、 アンチョビなども加えられる。トマトソースがベースでオレガノとバジルが加えられたもの。とも言い換えられる。肉類を使用していないためあっさりとした味わいを持つ。マリナーラソースの起源にはいくつか民間の説がある。一つは16世紀なカバスペイン人がトマトをヨーロッパに新世界の果実として持ち込んだ後、ナポリの船に乗船していたコックが発明したというものである。 元祖のレシピはシーフードを含まないため、トマトの強い酸のおかげで腐敗しにくかった。マリナラソースはそのため、長期の海の旅にかなう食べ物として、数百年もの間、冷凍技術が発明されるまでその地位を確立していたという。もう一つの説としては、マリナラソースは、ナポリの船乗りの妻たちが彼らの海からの帰宅のために準備していたソースだというものである。 蒸気のように起源を16世紀とする説がある一方、マリナーラソースの元ともなる、トマトソースのレシピを初めて初集した、イタリアの調理本は17世紀末まで確認されていないさらに当時のトマトソースは、今でいうトマトサルサに近いものであった。マリナーラピザマリナーラソースを使用したピザである、マリナーラピザはナポリピッツァのルーツとも言われている。イタリア語では、ピッツァマリナラで、 日本語ではそれに由来してピッツァ・マリナーラと呼ばれることも多い。またピザが話題と分かっている場面では単にマリナーラと呼ばれることが多い。16世紀に中南米から南イタリアへ伝わったトマトが広く食用に浸透した1734年に作られた。ナポリの漁師たちが馴染みのパン屋にあり合わせのトマトとオリーブオイルを使って作らせたのがきっかけである。 その後、ナポリで料理に愛用されていたオレガノとニンニクが加わり、現在ではイタリア全域に広まり、どのピッツェリアでも定番の一品となっている。一般的にチーズは使われず、シンプルな盛り付けとなっており、ピザメニューの中でも価格が安い。ありがとうございます。